はい、というわけで対戦できず、はい、またできない、またできない、ちょっとこんなの多かった。はい、というわけでですね、ちょっと10試合遊んだんですが、なんと7試合、今の画面が映りました。ちょっとね、全然対戦なりませんでしたね。まあ、たまたまだったのかもしれないんですが、ちょっとねこれはひどいですよね。なので今回10試合中、対戦ができた3試合、それのみで、帰る羽目になってしまいました。いや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 、ちょっともうちょっとかそるのを待っていただかないと。そうか、これ対戦もできなくなるのか。3月までもう間もなくキックオフとなりますね。ちょっと動画的に厳しくなってきそうですね。ちょっとこれはまずいですね、本当に。いや本当ね、最初ね、結局始めたタイミングで3連続 CPU 戦だったんで、いやこれやばいなっていうのとともに、あのランクマをやってる時に結局対戦相手がいなくて CPU 戦になっちゃうと、あの監督ランキング上がるんですよね、ポイントもらえちゃうんですよね、 CPU に勝っても。だからね、あのコンピューターと7試合やったらランク上がるよね。ね、いや不本意ながらランクがどんどん上がっていってしまいます。ここで奪われた両チーム立ち上がりの良さが勝利。いやいや、これは参っちゃいましたね、ちょっとね。パスを送りました。なので今回はね、ちょっとがっつりと対戦は3試合しかやれておりませんので、スローインになります。まあ、でもこれはマグだけじゃないのかな、今回対戦したこの3チームの方もそんな思いをしたのかもしれませんよね。全然当たらないなみたいなね。まあサービス終了してもまだ遊ぶっていう人はね、よっぽどねこのゲームが好きな人だと思うんでね。またプレイしてる皆さんね、ぜひマグと対戦してください。あえてねフレーマーとかではやらないでね、ちょっとこういう風に偶然当たった方と当たりたいんでね。芸術的なパスが生まれるか非常に楽しみです。ファンデルサールペナルティーエリア内の制空権を掌握します。今後もまだ対戦ができるかどうか分かりませんけれども、遊んでいきたいと思います。さあ、そして今回ちょっとねメンバーが何人か変わっております。ここでボールを失う、ここでボールを失う、周りを見て、メンバー的にはね、チェルシーの、選手がちょっとね多めに配置されておりますので、ね、ぜひそこら辺もご覧ください。身長183センチ、ウクライナ出身、今日はセンターフォワードでの起用となります。奪いました。なので前回使ってたあのレジェンド系の選手たちはね、ちょっと逆に全部外しちゃいましたね。正確なクロスでアシストを狙います。ちょっとねプレミアの選手に偏ってるところはあるんですよ。あと失点、はい、シェフチェンコ監督もこれは予想していなかった失点でしょうか。ここは確実に決めました。1対0、この先制弾はどんな。今右上にはねアネルカがいらっしゃいますけれども、得意なパスで相手の裏をつけるか。ちょうどこの時はねチェルシーが強くってですね、あのドログバとアネルカのツートップはね当時一世を風靡しました。あの2人がねボール持ってね突っ込んでくるだけでね怖くてセンターバックが道を開けちゃうぐらいにね、いやいやもうね真っ向からね突っ込んでくるだけなんだけどね、止めらんなかったんだよね。だから当時のねちょっとドログバとかがね怖くてね、あの実際にまあアーセナルでそういう失点があったんですが、コシェルニーとベルマーレンだったかな、あ神戸やめちゃったけどね。はい、そしてゴール決めれました。ドログバのシュートからアネルカ、はい、特殊実況もついてて、ね、ちょっと今喋っちゃいましたけども、これはまた、後ろの方で、特殊実況集の方でアネルカの方は入っているのでそちらでどうぞ。アーセナルの試合でね実際にあったんですけれども、その両センターバックがドログバがドリブルしてくるのをこうなんていうの、後ろ歩きしながらこう一定の距離を保ちながらこう、ね、ちょっとこう下がりながらのディフェンスをするんですけど、結局こうなかなかこう
その間合いを詰められない中でバイタルでドーンと蹴ったのがね、もうミドルが入っちゃうっていうね、行かないのも入るのかいっていう、逆に取りに行ったら抜かれるんでしょっていうね。だから、ね、一定の距離を保ってね、我慢してたらそれでも入っちゃうんだったらもうどうしたらいいのっていうね。あのあと結局残り90分間ずっとこのどうしたらいいのドリブルでね、あのアーセナルのセンターバックはね、あの行きゃ抜かれるし、行かなかったら打たれるしのね。でこれは決めなさいよ、俺江藤だったかな。いやこれ外されちゃうとちょっと勝てるもんも勝てないですよ。江藤は今入ったばっかりなんだからって。取り返しました。これはからメッシ裏をついた。で中盤の方でねメッシが起用してますね。ここで今のはちょっと江藤、ちょっと江藤がいまいちですね。今のもトラップして前行ってほしいですよね。なんかトラップミスしましたか今。何ですか今の江藤は。試合はどちらに傾くか分かりません。フッテスタの方ではね一応負けれれ出てるんですが、多分ねフッテスタの方の負けれれを持ってないかも、出なかったですね魔女の方はね。で WCCF の方の負けれれは持ってたんですが、ランパードの方が使いたかったので負けれれは外しちゃいました。ちょうどねこのシーズンの WCCF の時に、オールタイムレジェンド負けれれがいたかな。WCCF ではね何回か使ったことあるかな。あ、仮想鑑定みたいな感じでもね起用したことがあるんでね。ファンデルサールが得点を許さない形となりました。ゴールキープ、そのままシュート、やんと決められてしまう。選手も今のゴールは悔しい。ゴールを決められたことでどう流れが変わるか。うまくヘディングで叩き込む形となりました。後半28分、さあグエルのゴールを決められてしまいましたが、前半はチェルシーの、クラブホットラインを出して、後半はバルセロナの、クラブホットライン、そういう形でやっております。これは、シャビ、メッシ、エトーで組んでるのかな。で前半戦はジョン・テリー、ランパード、ドログバで組んでるんですが、残念ながらね先日は一致してないので、クラブホットラインのみでやっております。どう機能するか楽しみです。この位置からプレー再開。ちょっとね戦術を合わせることがねやっぱりできないですね。ちょっと好きな選手、好きなカードってやっちゃってるんでね、戦術は全然合わせてないからね。奪われました。ここまでやるなら合わせたいところなんだけれども、ここはつなぎます。残りわずかな時間、おっとポストに当たって、さあシェフチェンコは外してくれましたね。あのシェフチェンコでさえもスタミナがないときはこうやって外すんですね。えとうよさっきスタミナ十分だったでしょうよ。からメッシボールを奪われます。ピルロックから右へ、右に。さこのメッシはねあのカード印刷してみた、あ MVP のねメッシはカード印刷してみたら SS だったんですよね。右ウィングじゃなかったので、もっとホイッスルで主審が試合を止めます。まあ、SS で起用したいんですが、あえてこれオフェンシブミッドフィルダーのメッシになっております。ここまずはねどうもメッシをねちょっとこうゴール前で使いたくないのよねあんまりメッシ無双を見せてもしょうがないと思うんで、ここは1人か、なんかねこうメッシにアディショナルタイム、演出の方に回ってもらってね。パスの指示が、さあいいスルーパスが出ました。でも結局メッシなんかいっていうね、そこにエトを走れよっていう。アルゼンチンの至宝リオネルメッシ、ゴールに結びつく見事な采配。今のだってねダニエル・アウベスにパス出したのもメッシだったはずなんだけど、いつの間にかゴール前にいるしね。アンリからフィルド、そしてね前回の時も言ったけれども可愛い頃のメッシですよ。やっぱりねマグはねこの頃のメッシの方が好きだからね。ボールを受けます。試合終了のホイッスル、はい、というわけで、まあ、一矢は報いることができたんですが3対2でした。まあ、これだけねこっちも点取れるとやってて楽しいですね。あんまり点取れないで、でもそれこそ本当エトーよあれエトー決めていればもうちょっと試合変わったかもしれないじゃないっていうね。
はい、というわけで、3試合コンピューター戦をやった後こちらが来ていただきました。そしてここからまたね3試合ねコンピューター勢だったんですよね。で今回は本当ひどかった。はい、というわけでこれがマグが獲得した方の選手でございます。新しい選手たちですね。キーパーファンデルサール、そして、ランパード、まあ、チェルシーの選手はちょっと多めに配置されております。そしてアネルカもフッティスタバージョンはあるんですが、あえてこっち、そしてウェイン・ルーニー、残念ながら控えで起用しております。ドログバーがね持たないからね。そしてエトーもねアネルカが持たないからねそしてセンターバックリオ・ファーディナンド、ちょっとねプレミアに偏ってはいますが、こんな感じになっております。他のメンバーのがちょっと置いてあるのはこれあれですね、カップ戦でちょっと今ねバイエルンミュンヘン縛りでやっております。熱戦が期待されるこの試合に注目です。はい、というわけでこれが2試合目になります。ランキングに関わる重要な一戦をお送りしてまいります。まあね本当に今回はひどいもんで、本当にね全然マッチングしなかったんですよね。本当にマッチングしなかっただけなのか、本当にやっている人がいなかったのか、ちょっとねそれは分かりませんけれどもね、ちょっと今回ひどかったね。空気に包まれるスタジアムに見守られながら今キックオフです。今日の両チームのフォーメーションです。ホームチームは 4-3-3 のフォーメーションです。安定感のある中盤と守備陣が、でも今回はね 4-4-2 であのフリーの戦術ではなく、ここはワンボランチのね、違う、ダイヤモンド型の、4-4-2 を採用しております。ファンデルサール、まあ、2トップにしたかったからね。この戦術がここで機能するか、左に出しました、抑えて、まあ、このゲームだとねやっぱりウィングを置いての3トップの方が勝利のキーとなってくるでしょう。やっぱ効果的だとは思うんですけどもね、サイドから攻めた方がね。だけどちょっとこれはちょっとドログバーネルカをどうしてもやりたかった。試合を一度止めます。この位置からプレー再開で、この戦術でいうとドログバーネルカがターゲットマンなんですよね、どっちもね。あ、今ちょうど右に今ネルカが出てますけれど、奪われました。いやこれ決めてよ。なんかちょっとさっきからそうだけどさ、まず決定機に入らないことが多いね。今のなんか決めなきゃダメなやつでしょう。スタミナも十分にあるのにね入らんのよね。ここで奪って、ここで奪われた、パスを送りました。でもこれで見るとあれなのか、結構アネルカはかなり能力が低いですね。83しかないんだランパードも82しかないんですよね。やっぱ WCCF のカードはねかなりの弱体化はしているんですが、もっとこれ入りませんでしたね。ナイスファンデルサール、セルティックでやられちゃった時のファンデルサールかな。でも当時の WCCF ではね、あの WBE ワールドベスト11の方で選ばれていたので、かなり能力の高いファンデルサールになっておりますよ。さあキッカーはシャビのようですね。で結構ねあの WCCF の選抜でプレーしていると思うのがね、ショートパス持ちっていうのがね非常に少なくって、戦術がそもそも、ね、開かないことが多いんだけど、今回はねこのシャビがショートパス持ってくれましたね。これ本当助かるよ、ショートパスあると。あーちょっと今のはちょっとドログバ一人で行ってほしいな、今のシーンはね。さあプレー再開です。クリア、ワントラップ、少し危険なプレーでファウルとなりました。さあプレー再開です。抑えてから左へ、まあ、でもこういうロングボールとかはやっぱり少しはターゲットマンの効果があるのかな。やっぱキープはしてくれますね。だからこういうところでドリブルで抜くっていうのはターゲットマンの仕事ではないので、やっぱドリブルのデュエルを発動させていかないと、こういう1対1は抜くことできないんですよね。ターゲットマンではやっぱりダメか。だからターゲットマンならさっさと離してほしいんだけど、ボール。あおう。レバンドフスキーのゴールでした。どう声をかけるか問われます。あ、そうだ、フッティスタで言えばね、ベッケンバーも引いてないかも。
意外とフッティスタもねコンプできてないんですよね、マグはね。ここで先制ゴール、均衡が敗れた。これでゲーム展開はどうなるでしょうか。前作で言うとね、ちょっとコロナの影響もあって行かなかったからね。この指示で得点につなげたい。まあ、ランクアップすらまともにできなかったし。前半が終わりました。大きく作戦を見直すタイミングは今しかありません。監督どう動くのか注目です。でも今回はね、3月までということなので、もし、フッティスタのサービスが終了していなかったら、おそらく1月の中旬にはね、フッティスタ2022っていうのが形になってたと思うんで、結果的に今回もマグは多分ランクアップできてないよね、今の段階でね。あのカップ戦 未消化ですもん、まだやっぱり。やっぱ秋冬忙しいからね、この時期にこれされちゃうと結構マグは厳しいですね、やっぱりね。まあ、今回は3月まであるので、まあ、ホームにあるかどうかは別としてもね、3月までやってくれるとマグは全部ランクアップできそうです。いや、スルーパスの方向悪いね。今のメッシのスルーパスなんだかな。回して抑えて取り返しました。タッチ終わります。ここからスローイン、取り返しました。積極的にパスを回すよう指示を。今回はね、多分まあコロナの影響もあってカップ戦がね 4つ未消化なんですよね。スルーパー、あの1個前はあの相手ボールになります。自粛しちゃったので、第6弾のカップ戦やってないでしょ。で、第7弾のカップ戦が今でしょ。で、なんか SP カップ戦、LE カップ戦っていうのがあって、4つもカップ戦があるんで、それ4つともある程度の試合こなして優勝して、またカードが手に入るっていう、そういうイベントなんですけど、そのカップ戦用カードもね、まだ引いてないんですよね。だから全部ね、カップ戦もやんなきゃね。皆さんはもうカップ戦お済みですか？選手は全員取りましたか？なるべくコンプしたい派なんでね、そういうのもね、ちょっと欲しいんですけどもね、ちょっと時間かかりそうだな。このボールを、ボールを奪われます。まあ、1月のね、下旬あたりだとマグは忙しくなくなるんで、ようやっと一段落つくので、そこまでは頑張りたいと思います。ただ、それ以降もね、ゲーセンに置いといてくれないと困るんですよ。いや、ちょっとメッシからのスルーパスいまいちだな。このチームのパス回し、そしてここ最近、あのフリー戦術でやったからね、右下のあの戦術ポイントがたまらなくて、あのマンマークをやってなかったんですけど、普通の 4-4-2 でやってるから戦術コストがたまり早いんでね、こういう時だとやっぱりマンマークできますね。さあ、ここから反撃が始まるか。ここでボールを失う。ここで取り返す。さあ、またしてもホトラインブレイク、これ2回連続でできてるんで、ね、結構ここ最近マグはこのホットラインブレイクができてなかったんで、なんかいいですね、たまにはこういうのもね。冷凍が抜けない。さあ、前線のこの辺りで仕掛けていこうというところではないでしょうか。ベッケンバウアーがここはクリア、期待を込めてピッチに送り出します。スローインから左へ。そしてまたしてもメッシ、いや、やっといいパスが出たけど入らんのよ。今のはメッシからようやっといいパス出たのに、そして江藤が外す。これ江藤外すの2度目。どういうこと？江藤が全然シュートを決めてくれない。後半からなのよ、これ決めないでどうすんのよっていう。今のだってね、コーナーキックになったんだろうなってこっちは思ってたのに、まさかのね、枠外しですよ今のね。これが最後のプレーとなるのでしょうか。ここで仕掛ける。ここで選手たちにパスの指示が飛びます。さあ、ランパード、ランパードが拾って、ようやっとエトー、誇り高きライオン、サベレト。この得点でうまく同点に持ち込みました。特殊実況も聞けましたが、エトーには特殊実況があるようです。同点に持ち込まれ、まだまだ分からない。ロスタイムにね、同点に追いついてくれたんでね、まあ、これで終わっちゃうわけですけれども、終了となりました。まあ、江藤が最後決めてくれましたが、江藤はね、試合は終了し、お別れの時間が近づいてまいりました。もっと決めなきゃダメよっていうね。それではまた、この試合だって勝ちにできたかもしれないし、ごきげんよう。一個前の試合は引き分けにできたかもしれないわけですよ、ね、だからね、ちょっとね、もうちょっと江藤を分かってあげないといけませんね。メッシとのパス交換もなんか合わないし。はい、というわけでこれが2試合目でした。いやー、それにしても
対戦ができないっていうのはね、ちょっとやっぱり厳しいですね。もうちょっと対戦したいですね。さあ、ここからは、特殊実況集をお送りしたいと思います。コンピューター戦はね、いっぱいやれたんでね、みんなで見ていきたいと思います。さっきも聞きましたが、誇り高きライオン、サベルト、まさにスピードスター。はい、というわけで江藤の特殊実況でした。ここで取り返す。はい、じゃあ次、絶妙なスルー、次は誰だったかな、ランパードだったかな。ランパードの特殊実況もあります。ここで打ってきた。一発で開く人もいるんだよね。イングランドの心臓、鉄人フランク・ランパード。はい、2つありましたね。見事に結果に結びつきます。鉄人まで言いましたね。さあ、そして直接フリーキックはシャビ。コンピューター戦なんでね、フリーキック結構あって2度決めましたね。できたかの申し子、シャビ・エルナンデス。引きたかの申し子だそうです。なかなかね、シャビのフリーキックは、決めてくれるんで、コンピューターさん何回もね、2回ぐらいは決めてると思うんで、他にもね。さあ、そしてアネルカ。サイレントキングニコラ・アネルカ。アネルカが攻撃を。というわけでアネルカも特殊実況、さっきね、ちょっと対戦の方で決めてるんで、そっちでも特殊実況を聞けてたんですが、今回も入れてみました。これは気を。そのままシュート。そして最後はドログバ。なかなかコスに当たってますけど、ここでボールを失う。ここで打ってきた。決まった。先制ゴール。アフリカンモンスター、デディエ・ドログバ。頼れるターゲットマンがゴールを決めます。はい、というわけでドログバの特殊実況も入ってました。戦うこの試合、勝利を重ね頂点に近づくことはできるでしょうか。はい、というわけでこれが最後の試合になります。重要な一戦をお送りしてまいります。これがね、本当に最後、本当に10試合目の試合だったので、もうね、ちょうど10試合で帰ろうって思ってたんだけど、これもコンピューター戦になったらちょっともう一回粘ろうかな、泣きのもう一回みたいなね、ちょっとね、それも考えましたね。こんだけ CPU 戦になっちゃうと思わなかったからね。守られながら今キックオフです。今日の両チームのフォーメーションです。ホームチームは 4-4-2 で臨んできています。で、相手のね、ランクも C ランクだったんで、まあこれは余裕かなって思ったんですが、完全にフッティスタのことがよく分かっている変則方面の方だったんでね、まあ、C ランクはもう出任せでした ね、 ね、もうサイドでね、右へ送りました。なんていうんですかね、これ、まあ、将棋でいうと二歩みたいになってるんですが、ね、縦に2枚並べることで取られた後すぐ奪い返すっていう形になっててね、でマンマークもつきづらいっていうことで、なかなか、フッティスタのことをよく知ってらっしゃる方のサブアカかなちょっと分かんないですけども。前半両チームともまだシュートを打てていません。奪われました。しっかりと変則褒めでやってらっしゃいました。クリスティアーノ・ロナウドとメッシが同列にいるからね、だってね、中には1枚いるだけでもゴールはできるんでね。いや、でもここでちょっとファーディランド、なんでメッシの前にこぼすかなクリアしなさいよ、そこ。こういうところでね、これはちょっとね、残念だったね。あ、クリアというよりかね、ただぶつかっただけですね、これね。1対0。まあ、でもぶつからなかったらあれ入ってたでしょうからね、結局ね。何も前にぶつ返さなくてもっていう。相手ボールになります。このタイミングでプレッシングをかけていきます。カットしました。世界トップレベル。ボール奪ってもホットラインブレイクにならないからね。これはね、結構対応してる人多いですね。このサイドに3人こう入ってくるからね、ほら。これ奪った後も取られちゃうんですよね、これね。なかなか厄介な戦術ですけど、本当皆さんいろいろよく考えつくことね、本当に。いや、ここでちょっとシャビ頑張って、でもマネに取られたのか。ファーディランドから前へ、右サイドを駆け上がります。ここで奪い返された。
さあ前線のこっちも、ね、やっぱり相手が奪った後すぐ奪い返すっていう形がね取れると、このフッティスターはそこそこね、あの成績が良くなったりするもんですけれども、ほらこっちは今度カイルウォーカーが一人であそこまでドリブルしてるから、ホットラインはカイルウォーカーについてたかもしれないですね、これね。相手の次の一手をどう読むかが勝利へのキーとなるでしょう。ああそうですかね。あでもメッシも繋がってるか。動きます。ここで、まあ、結構珍しいですよね、ホットラインブレイクできたのはね。はい、というわけでね、全くいい見せ場はなく、結局バルセロナの方に変更するわけですけれども、まあ、メッシがねちょっとスタミナがないんですが、アネルカ、ドログバもね、しっかりスタミナはありません。90分コンピューター戦でやってみたらね、意外とね、すぐバテるっていう、ね、アネルカの方が先にバテて次ドログバって感じですね。逆転を目指し戦います。持っていくボールを奪いました。ここで奪われた。で、まあ、スタミナが下がっちゃうともうシュートも入んないんで、コンピューター戦でもねドログバが決定機外したりとかしてたので、ね、そこら辺はねなかなか厄介ではありましたけれども、今もカイルウォーカーから奪ったんですが、ホットラインブレイクが起きませんでしたね。もう誰で組んでるのかのね分かんない感じになってますね。直接も狙えます。今のはちょっとファンデルサール見事に止めましたね。クロスタイム待ちだったかな、もしかしたら。なんとかクリア。ウォーカーここで仕掛ける。ボールを取り返す。ここで奪い返された。ここでね奪えてもね、このセルヒオラモス、ファンダイクはなかなかここね牙城は崩せないんですよね、単独突破ではね。さあゴール付近でどんなプレーを見せてくれるのか。奪います。フッティスタバージョンのセルヒオラモスとファンダイクを使う機会がねあったんですけどもね、まさかどっちもユーロに出ねえと思わなかったんでね、でバグは結局この2人の恩恵を全く知らないままフッティスタを終えることになります。ほぼテンプレでしたね。ちょっとね今もねフッティスタのサービス終了になった動画の方にはコメントいただくんですが、ね、やっぱりちょっとねテンプレひどいねっていうのはやっぱり結構ありますね。そのいろんなねプレイヤーの個性みたいなのが全く出ない感じになっちゃったね。やっぱりね、カンナバールがここはクリア。タッチライン終わりました。でマグはそのあれですね、ジェラードも引かなかったし、ベッケンバーガーも引いてないし、フッティスタになってカードはポンプできるはずなんですが、でしっかり要所要所そういうところを抑えてないよね。でしっかり引いてないよね、やっぱりね。マネここは一人か。さあ前線のこの辺りで仕掛けていこうというところではないでしょうか。ここで奪い返します。1週間にねのそのワンプレーで4クレ引いててもね引いてないですもんね。右へ送って、ジェラードはねちょっとね引きたかったな。まあ、ベッケンバーガーはたとえ取ってももう使わないとは思うんでね。ドイツ縛りとかバイエルンミュンヘン縛りも結局やってないか。一回だけやったのかな、レバンドフスキーの時にね。まあその時に起用されたかどうかっていうところなんじゃないでしょうかね。相手のディフェンスを翻弄できるか。メッシがここで持ちます。ここでアディショナルタイム突入です。まあ、最初の頃はフッティスター、それって WCCF はね週に2回更新だったんですが、なんかいつの頃からか週1回になっちゃいましたね。この月曜日だけになっちゃいましたね。やっぱりこのコロナ禍もあってね、なかなかこう月金やってたはずなんですけれども、2回分いつの間にか取らなくなっちゃったね。はい、というわけでこれが最後3試合目でした。結局マグはチャンスはゼロということでね、一回もね決定機ありませんでした。まああっても江藤が外すんだろうけれども、それではまた。はい、というわけでいつの間にかもう B の1になってますね。 A5 になりそうですね、なんかこんだけコンピューター戦やってたらね。はい、というわけで今回の動画が良かったという方はコメント高評価チャンネル登録していただけますとマグの動画作りの励みになります。よろしくお願いします。で次回もまあ、年始早々、年末にプレイした分をお送りすると思います。まだこのチームです。では今回はこの辺で、また次回お会いしましょう。じゃあねー。